皆さんこんにちは。ナンバーアイの神宮寺勇太さんが自身のインスタグラムを更新し、その美しさに大きな注目を集めています。3月14日から17日に行われた神宮寺さんは 2B 所属アーティストによる大規模な東京ドーム公演 2BHEROES2B1 ショートトンスーパーライブのオフショットを投稿しました。神宮寺さんは黒いジャケットコーデや白い T シャツ姿の写真をアップ。コンサート写真はこれでラスト、みんな見てくれてありがとうと感謝を綴り、2枚目の写真は青い羽がどこかについてるから探してとファンに呼びかけました。そんな神宮寺勇太さんはある大企業の匂わせで活躍を期待されていました。3月25日朝9時30分に日本マクドナルドが公式 X 旧 Twitter を更新、男性タレントらしき後ろ姿の写真を投稿し注目を集めました。マクドナルドはバーガーラバーなこの人もしかしてと綴り、襟足の長めの髪が跳ねていて少し猫背気味の男性の写真を投稿していました。最近はタレントをイメージキャラクターに起用する際、主に X で匂わせをする企業が多い。正式に情報解禁する前に背中や小道具、キャッチフレーズなどを投稿して注目を集めるというやり方ですよね。今回の日本マクドナルドの投稿も誰の後ろ姿なんだと早速大きな注目を集めています。一人目はもちろんナンバーアイの神宮寺勇太さん、平野翔さん、岸優太さんと3人で超大手ファストフード会社の CM に内定していると2月20日配信の週刊女性プライムでも報じられていたことを根拠に、神宮寺さんの名前を挙げる人が多く見られました。二人目はシンガーソングライターの IMASE さん。24日や8時頃と25日昼12時頃にインスタグラムのストーリーズ機能と X でハンバーガーを食べる写真を投稿し、これを匂わせではとする声が多く上がっていました。神宮寺さんの起用が有力だとする説では、3人で春から大手ハンバーガーチェーンの CM どうなったのと思ってたところに、この後ろ姿はこのちょっと斜め猫背で襟足くるんと長めな後ろ姿はもしかしてうちらの大大大好きなあの人じゃないか、神宮寺勇太など、お互いに出演を楽しみにする声が X では多く集まりました。神宮寺さんと IMASE さんについては否定しないまま、これからいろいろ発表させていただきますのでどうかお待ちいただければとの返答がありました。キング&プリンスの元メンバーで現在はナンバーアイの一員として活動している平野翔、滝沢秀明氏の会社 2B に移籍後、続々と企業や商品のイメージキャラクターに起用され快進撃を見せている。そんな中、木村拓哉をはじめとする旧ジャニーズ事務所に所属していたタレントたちは CM が軒並み減っている状況だ。今年1月1日、キング&プリンスの元メンバー岸優太、神宮寺優太と共に1ショートトンデジタルシングル GO80 でデビューを果たした平野、個人ではサントリー人緑の新 CM キャラクターに就任し、2月10日から新 CM が全国で順次オンエアされている。続けて同2月にデジタルハリウッド大学の CM に登場。 CM はウェブで公開されたほか、16日に一夜限りのスペシャルテレビ CM が放映となった。さらに彼はコンタクトレンズボシュロムアクアロックスシリーズのイメージキャラクターに就任。ボシュロムのサイトによれば、平野の起用期間中は公式 SNS アカウントのフォロワーが10倍に増えるなど大きな話題を集めたとか。3月1日の段階で新 CM の制作については判明していないが、今後も平野はボシュロムアクアロックスシリーズの様々なプロモーションに登場する予定とのことだ。勢いが止まらない平野は、池田模範堂のかゆみ、虫刺され役、液体無比 S、無比アルファ EX シリーズの新イメージキャラクターに抜擢されました。平野の就任は2年ぶりで、ニュースサイト、
ORICON ニュースの記事では、3月中旬以降、全国の薬局、薬店にて順次店頭ボードやポップなどを掲出していく、と伝えています。先日、パリで新商品、YSL ラブ社インリップスティックのイベントに出席した後、YSL アイコンリップ、ルージュピュールクチュールのウェブ CM に出演し、アジアアンバサダーに就任した。一方、昨年からは小ジャニー北川氏の性加害問題を受け、旧ジャニーズのタレントを広告に起用する企業が契約を更新しないとしており、木村もルックスオティカジャパン、日本マクドナルド、オープンハウスとの契約が終了した。現在、FAMILY クラブ OFFICIALSITE の CM 欄には、キューブ、セガ、日産自動車、リクルートジョブズ、大正製薬、日本スポーツ振興センターの6社が掲載されている。旧ジャニーズの看板タレントの CM が減少。アサヒ飲料の、三ツ矢サイダー。CM は嵐、櫻井翔、相葉雅紀。美少年出演、今年2月、横浜流星。生き物がかりに変更。TOKIO は複数契約中。スタートゥー所属タレントが平野の勢いにどう対抗できるか。FRIDAY デジタルが注目している。4月1日18時30分より、CDTV ライブ、ライブ、4時間30分スペシャルが放送される。出演アーティストは福山雅治がドラマ、春になったら、主題歌の瞳を披露するのをはじめ、チェリーナッツがヒット中の楽曲、BLING、BANG、BANG、BORN とドラマ、不適切にも程がある。の主題歌、二度寝の2曲を披露。中でも注目したいのは、複数の若手ボーイズ・ガールズグループがラインナップされている点。フレッシュなパフォーマンスも見どころの一つとなりそうだ。3月18日にリリースした 4TH デジタルシングル、TGI フライデーナイトが、BILLBOARD ジャパンのダウンロードソングチャート、WNLOADSONGS で初登場1位を記録した TRAVIS JAPAN。 金曜の夜を華やかに彩る心躍るパーティーチューンで、コレオグラフは STKINGZ が手掛けた。 TRAVIS JAPAN は踊ってみた企画への出演も決定。 KINGGNU の楽曲 TENAGER FOREVER をパフォーマンス。疾走感あふれる世界観とダンスを融合。TRAVIS JAPAN のスキルを発揮した楽しいステージを期待。20は MEMORIES を披露。デビュー4年目で大人っぽい雰囲気も感じられる。彼女たちにしか出せない世界観を確立。ポップでキュートな春らしい楽曲で番組を彩る。日本テレビは毎年夏に行われる24時間テレビを今年も放送する方針を示しました。福田博之取締役専務執行役員は、準備を進めている旨を述べました。昨年10月には、セクシー田中さんの実写化でトラブルがあり、原作者のあわらひなごしが亡くなりました。3月3日に放送された、世界の果てまで行って Q のコーナーで、コンゴ民主共和国大使館が抗議するなど、